どうも皆さん、はじめまして、またはこんにちは、こんばんは、おはようございます。かななごとかなめのです。そうか、笑わせちゃった。まあいいや、まあいいや、まあいいや。さてさてですね、今回は久々のラジオということで、なんか言うよ。いやね、こいつと会ったん半年ぶりか。そんなしてなかったっけ。してなかったっけ。してなかったやろ。忘れた。とりあえず半年ぶりぐらいに会いましてですね、で、まあとりあえず2周年が目前に近っています。目前に近づいていますのでね。誰に誓ってんの。近づいていますので、とりあえずは実況前にラジオを撮ろうということでね、今回ちょっと急遽集まっていただきました。というわけで、ですね、ラジオですね、その全員に声をかけたんですが、急遽ということであまり集まられなかったんですよ。噛むな。で、噛み噛みやん、もう。一人だけ集まってくれたので、とりあえず歌です。歌さんですね。出てんのはどの動画やっけ。絶対絶命都市のミネコの方と、シンクの蝶と、あと青鬼とか短編動画に出てくれている人ですね。はい、はい。目の歌うのは2回目か。2回目。2回目という、まあまあまあ大切な、仲間なんですけれども、その方に来ていただきました。うん。さて、2周年ということで、まあ特に企画とかも用意してないので、ラジオだけでも撮ろうという思って始めたんですけれども、何を喋ります。何を。今後の予定じゃないですか。今後の予定っていうか、今回絶対絶命都市終わらせる気じゃないですか。はい。で、2周年って言ったら、とりあえず絶対絶命都市3か3と14、はいはいはい、をやったじゃないですか、君は。なんか思い出言ってくださいな。思い出ですか。ひたすら叫んだ思い出しかないです。なんか絶対絶命都市は何が面白かったとかさ。絶滅都市は、まあ毎回のことですが、藤尾くんの頑張りがね、もう涙を誘いますよね。なんかないんか、思い出のことのと。思い出、うん、思い出、倒れまくったなとか。倒れたっけ。いや、一応まあ倒れたか。いや、君が、私は自分から落ちたことしか覚えてないかな。何をしてたのっていう感じで通って降りてったかなと。じゃあジオンは、だからさ、君もくったことしか覚えてないって言ってるじゃないですか。もっとなんか覚えてへんの。トッシーが裸で、ショタには弱いので、なんていうか、変な目で見てしまいましたとか。それ君やろ。違う、私はま興味ないし。私もあまり興味ないんですけど。あまりってことはちょっと興味あるこいつ。ちょっと可能性ありやな。緊張する場面では常に息止めてました。死んじゃうよ。生きてます。ほんま。とりあえずね、2周年以降ですね、2周年以降では、その何やったっけ、なんていうゲームやった、え、いけにえの夜っていうホラーゲーを買ったんですけれどもね、リクエストなんですよこれ。あ、そうなんで、ジオンリクエストしてくれた方と同じ。あ、おー、はい、協力プレイできるで一緒にしてはどうですか。あ、私が含まれる。ムタさんとか他の方と一緒にやればいいんじゃないかな。じゃあ叫んでますので、なんかランダムで、なんていうか、コンビ確定せずやっていきましょうかね、いけにえの夜。というわけで、またホラーゲーをしたいと思っておりますのでね、その多分メノの叫び声も聞けるんじゃないかなと思いますので。死んでしまいます。一切です。ね、1周年はコーリング、2周年はジオン、3周年はいけにえの夜ということで。いや、コーリング含まれるんですか。あれ、私ほとんど動いてないっす。コーリング、君はな、すごい叫んでた。あ、全部叫んでた。それは、うん、
ほらやクラスじゃないですか。ないい加減体勢がついてもいいと思うんだが、無理かな、無理か。というわけで、まあプレイは私中心になるかと思いますがね、ホラーなんで、まあ目のちょっと強制連行でやらせますので、やらせっていうか、膨張させますのでね。まあ2周年以降もよろしくお願いできたらなと思います。さあ次メタさん、はい、思い出、思い出、うん、思い出、思い出絶対全都市取ったやろ、うん、そっからゼロとかなんかいろいろ取ったやん、青鬼とか、青鬼やったんすね、青鬼やってくれたんですよ、やった、ええ、私らも一回やったけどねえ、あれ私は初見というか見てたけど攻略しなかったから結構積んだよね。せやな、うん、でこいつ叫びまくって、いやだってまあでもメロに比べてムタさんは叫び声はないですね。ホラーはそこまで怖いって思わないです。ゼロを見ながら笑ってましたからね。マジか。しかもなんていうか絶対絶命都市をわざわざバッドエンドに招き出している。え君おったやん。いや、ああお前カメで寝てる時や。あ、ごめん、うん、V 君が寝た時にな、バッドエンド、バッドエンドみたいな感じでバッドエンドに進む勇気がないです私。ですね、バッドエンドよりもなんていうか、あの少しでもハッピーエンドになってほしいなと思うのが忍者やと思うんですが、バッドエンドやもんな。そうかな。とりあえず先にバッドエンドやね。先にバッドエンド、先に、おおなあ、ね、ムタさんも一応ゲームするんですが、ムタさんは、RPG 系なんですよね。はい、君と一緒だね。ウィスメノーと一緒ですね。はい、 RPG はね、私ね、クーデルカとか知らんよな。知らん。ない。クーデルカ知ってる人はいないかな。どこぞにはおると思う。やろうな、うん。結構面白いねんけどな。というわけで私は知ってるのは大体みんな知らんから。そうか。うん。しょうがないな。ね。はい、シーンってなった。次、なんか、なんかないの、ほんまに。とりあえず協調性のなさが激しかったっていう。とりあえずあの協調性っていう神な言葉が生まれたんがお前が寝てる時だからおなんかね、のめさんが ね協調性ってね、これちょうどパソコンやし、YouTube で見れるんじゃないかな。じゃあ聞こえてる、こんなこと言ってないって。あ、なんか聞こえてたって、聞こえてたよ、なんか知らないよ。君が亀のように寝ててさ、はい、うん、眠かったんですが、すいません。とりあえず協調性って、いや、こんだけ人おるし、いいかなって思って寝てしまったんですね。がっつり寝てた、がっつり寝てましたね。そうそう、まあ、意識なかったですよ、途中。そうですね、まあ、協調性がないのが多分このグループの、うん、なんていうかな、特徴なんやないかなとは思いますが、あと自由ですね。せやね、ね、私も基本自由ですけど、あんたはもっと自由だわ。そうかな、そんなことないと思うけどな。実況中に単行本読み出すやつ初めてやからな。いや、ほんま、ほんま、ほんま、ごめん。あの、うん、自由基本までいいんじゃないですか。まあね、いいんですけれども、せめて終わってからにしようです。ごめん。まあいいんですけれどもね、いいんですけれども、いいんだ、いいんですけれども、さてさて、え、他にもうないの。なんかさ、青鬼とかしたやん、はい、なんか、うん、そのゲームに関する思い出というか、ゲームに関する思い出って言われても、うん、そうやな、言われてもやな、言われても、まあ、私何かあるかな。でそんなこと言われてもね、はい、いや、いいんか、いや、花なごの実況に関してもね、まあ2周年もいろいろやりましたが、やっとバイオのノーマルが終わりまして、おめでとうございます、おめでとうございます。なんですけれども、早速なんていうかプロの要求が、はあ、
いろんなとこが来てるんですけど、私はどうすればいいでしょう、メロさん。何の野球？ノーマルをやったなら次はプロをしましょうと言われてるんですけど。ああ、難易度高い方。ただアマーノーマルやってるんですよ。もう2つやったわけですよ、2週実況で。そういう時はレッツプレイやろ。プロは3週目やっちゃう。いや、なんていうか半年ぐらい経ってからもう来てね、メッセージが、あー、やらないんですか、やるんですかっていうメッセージが来て、ちょっと怖かったっていう。そういう時はレッツプレイやろ。やった方がいいんですかね。まあ2周年の記念としてやってもいいんですが。おもろかった、面白いよ、バイは。え、黙って首を振る。え面白いで、バイは。面白くないとは言ってない、ただ私にはできないっていうだけで。ガンシューティングができるなら、まあまあまあ。やったことない。ヘッドショットとかバーンって飛ぶ、やったことない。喜ぶでこの人。もう首飛ぶとか大好きやからね、ムタさん。私も別にそういうのは無理とかじゃないんですけど。じゃあできいけるよ。いや、ゲームでそういうのをしたことがなくて。うん、じゃあこの機会にっていう。ええ、まあまたあれや、今度ムタさんじゃないわ、モッペさんと撮るとき来たい。バイロック撮るんで。ああ、見るだけ見てます。見るだけにするの。見るだけでいいです。了解。さてさて、そうですね、話がもうなんていうか2周年としての話がつきそう。他にあるかな。2周年何でしたっけな。私ほとんど何もしてないからね。そうですね、大学生になりましたよね。あ、あ、はい。なんで Google つけたの。いや、ちゃ、あー、あれ、あれが持ってったわ、定期。はい、君に誕生日プレゼントがあってんけどさ。あ、ちくしょ。なぜ唐突にタンプレ。いや、大事なことやねん、これは。そっか。ほら、私の君に対する思いだよ。すごい嫌な予感する。なんか、若干上から見せたな。すっごい嫌な予感する。なんだろう、これ。あるかな、ちょっと待っててな。あるかな。置いていくんですか。いや、いいけど。置いてかれる。いや、どうせ編集なんてのもないし。あるかな。そんな頭抱えんか。いや、でもあんな、なんていうの、楽しそうっていうか、なんていうか、こういたずら思いついたみたいな顔されたらもう。困るしかないというか、困るものが出てくるのがこう目に見えるというか。びっくりした。めっちゃバタバタしてなんか丸ごと持って帰ったわ。ムタさんをしてんねん、内容。せっかく誕生日プレゼント買ったのに。結局何やったんすか。え、また次の時渡すわ。なんかすごい嫌な予感、この嫌な予感を。次の実況日にまた渡しますんで、はあ、その時視聴者さんにもお知りいたします。はあ、あー、ち、ちょっとやって。ち、君への思いがたっぷりあったのに。なんかすごい嫌な予感が、ま、まあいいや。あ、ほんならコンビニに対する思いを一言。コンビニ対する。こんなにも私は頑張っているのに。君は動画を見ようとしない。あ、テヘペロ。それはええねんけどさ。ええんや。なんていうか一言ありますかね。え、いつも編集ありがとうございます、おかせっきりですいませんみたいな。いや、そういうふうに言っちゃうやん。なんていうか高校時代から。いや、高校時代から付き合っておりますがみたいな。ないの。高校時代から付き合っておりますが、
棒読み、棒読み、なんじゃこれ。付き合っておりますが、まあ変わりませんね。ですね。多分どっちもね。うん、多分どっちもやろうな。うん、変わらへん。ね、久々に会ったけど変わらへんね。そんな相手にもう何を言えという。いいよ、何でも。私の偉大な存在やろ、君にとって。え？そのことについて言ったら、持ち上げる、私を持ち上げるんだ。タコさんは偉大です。めっちゃ片言。めっちゃ片言。なんていうかね、私が言うとな、なんか生々しくなるからあかん言われんねん。生々しいというのは、言ってみてや、それじゃあ。そうですね、なんていうか、生々しやんな。別に無理に言わなくても。じゃあ無理にじゃなくて、はずいなーって。まあでもいっぱいね、仲間もできまして、楽しく実況してるわけですが、まあまあまあ、初めにこいつが来る、こいつと組んで、まあ良かったなとは思ってますね。こいつで。メノンさん。はい。メノンさん。はずい。シーラー。まず2周年ね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。下でいいんかな。とりあえず、まあこれは11月じゃない。2月11日にあげるということでね。まああの、ラジオをすると、まあ結果的にこんなグダグダになってしまうんですよ。ね、まあ、いいじゃないか、うん、これはラジオです、多分。多分と今、まあ 2周年明けてもですね、さっき言いました通り、てかツイッターで言ってないか、私。あ、見てへんよね。いや、たまに見てるけど。多分言ってないと思うんですけど、カナダメ実況に関しては、絶対絶命都市3は2周年中になんとか終わらせるとして、なんかイクラのちっちゃいやつ来た。いや、お前さ、どう話してんのよ、さ。なんで星の砂を見ながらイクラのちっちゃいやつみたい言うてんねん、お前。いや、でもなんか赤いのがすごい、こう、イクラのちっちゃいやつみたいなんで見えて、お前。なんで星の砂がイクラのちっちゃいのみたいやねん。なんかわかるで。マジかよ。ごめん。まあ、とりま、ですね、はい、じゃあ今後のご報告ね、最初にメノが言ってました通り、今後のご報告として、カナナメ実況の方では今後言ってください、君がしたいと言っていた龍が如くをやりたいと思います。そうですね、龍が如くをやりたいと思います。龍が如く、HD バージョンを1から買いまして、まあ、1,2,3,4 とはいやっていきたいと、はい、今度新しいの出ますね。で、らしいですね。ゼロでしたか。まあまあ、どういう風に順番でやっていくのがいいのかな。まあ1からでいいんじゃないですか。1,2,3,4 で0いつやる。これ貝殻。ちょっと待って、星の砂やから小さい貝殻も入ってるとは思う。なんか若干割れてる感じで。この協調性のなさね、ほんま。もう今後の未来が見えますね。とりもね、カナナメ実況の方では、龍が如くをやっていきたいと思います。カナナメの方に関しては、まあ適当にババババやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。いたしますじゃない、いたします。なんださっきの。で、複数実況の方ですね、コンビが決まってないのに関しましては生贄の夜やっていきたいと思いますが、必ず目のどれか一パートには入れたいなと思っております。え、叫び声を、はい、はい、あ、叫び要因みたいな。そうですね、いいす、私も叫びやろうけど、うん、よろしく。君そんなほら怖いって思ってない口やろ。いや、初めてのやつはびっくりする。初見やと叫ぶ、うん、な、わかる。初見やったらちょっと叫び方がおっさん。ほんまにおっさん言われる。まあで、そうっすね。
お前は私叫び声の何を知ってるんや。はあ、まあ詳しくは、ま、詳しくは魔女の家を見てくださいはい、で、ムタさんと猫塚さんの方ですね。そこではシンクの蝶ですね、 B のシンクの蝶をやって引き続きやっていきたいと思います。なんか後にやるとか言ってなかったな。青鬼はさっきやったしな。うん、やっちゃったし。そうですね。で、まあ終わったらとりあえずなんか適当に複数の方に、はい、生贄の夜とかに混ざっていただけたらなと。あとメノの方にもね、メノじゃなくてカナダメ実況の方にもね。はい、まあとりあえずそんな感じなのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。うん、協調性なさがよくわかるこの一人ずつ言うていくっていうさて、ではですね、多分これを上げる頃には上がっているんでしょうけれども、これから絶対絶命都市3を取りますよね。はい、うん取ります。で、まあ多分完結すると思いますので、完結できたらいいな。ここらも宣言しといて、私に気合い入れるわ。よろしく頑張るわ。2月に君やからに、うん、頑張るぞーみたいなおーおーみたい な、うん、なんて言ってた私。あ、まあ年やってみたいと思いますのでね絶対詰め年。あ、4出るのか。出ますね。また開発始まったらしいですね。また4出たらぜひとも4もやりたいと思っておりますので、その際はよろしくお願いできたと思います。だからまあそれまで頑張って続けないとね、はい、頑張ってっていうか楽しくはいはいはい、はい、続けないとってことですね。まあまあ続いていけたらいいなと思いますが、はい、春休みある？あるよ。何日ぐらい？2月入ってすぐ。すぐ多分すぐ、うん、いいな、うん、2月入ってすぐだっけ。じゃあそっからちょっと取りまくろう。2テラあるから多分いけると思う、こいつ。いいっす、いいっす。てわけで2テラ多分すげえうるせえお前ちょっと。あ、すいません。パソコン新しくなってんの。なんかそうですね、はい、パソコン新しくなった。前半ですね、前半は結構上げれるんじゃないかなと思います。もしかしたら龍が如く終わったりしてな。そんなこともないのよな。あ、でもあれ長いし、1、2が入ってるから。まあいや1だけでも終わるかな思ってんけど、多分キャラクター多いやろ。キャラクターもあるし、あれサブストーリーもやろう、いろいろあるっていう話で、ちょっと結構長い作品になりそうですねまあとりまえずゆっくりまた波更新でね、多分やっていくことになるでしょうが、よろしくお願いできたなと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。なんとか引き伸ばして28分ぐらいにできたね。あ、引き伸ばしとったんか。30分にしたかった。うん、30分ぐらいにして、あとはカットカットでカットカットかやっていきたかったんですけど、多分まあ20、25分ぐらいになるんじゃないかなと思いますが、という前に2周年ありがとうございます。また今後もよろしくお願いできたらなと思います。ではさよなら。さよなら。さよなら。